日本人の心に火を灯す羽賀光です。今回は物理学者の安江邦夫先生をお招きしてお届けするんですが、正直申しましてこの話は神社チャンネル史上最もぶっ飛んだお話となっております。安江先生の物理学者としての研究のお話、これは素領域理論といいまして、京都大学の湯川秀樹博士の教えを継承されたものでございます。大学で教授も務められておりました安江先生ですが、実はある古神道の奥義を伝授されております。そしてその奥義というものは皇室天皇の秘密にも関わるものであった。実はその天皇家皇室で伝わってきた奥義というものの継承ということでお話ししていただいております。平成から令和の時代に起こった変化とは何だったのか、そして絶対に表に出ない皇室の裏側で起こっていることとは何なのか、そして皇室の裏側を支えている八田ガラスという存在とは一体何なのか、これは放送かなりギリギリの内容でございます。本当にこれは公開するかどうか考えた内容でもあったんですが、まあ、しかしこういったことを一つ知っていただくというものもいうことも神道というものを理解する上で重要と考えたということです。このお話はすべて安江先生の体験談でございます。まあ、こういったことを完全に信じるかどうかなのかということは皆様の判断にお任せするところはございますが、本当に楽しい内容、面白い内容となっておりますので、最後までご覧になっていただけたらと思います。それではどうぞ。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。こちらは京都のとある場所でして、あんま言っちゃいけないんですよね、どういう場所。まあ、あんまりはっきりとはねでもまあ、もともとはね、御所に仕えることになる女官の訓練施設と、まあ、そういうふうな位置づけがある。だから、作りがね、全部そういう御所の中の作りに合わせて作ってあるんです、まあ、天皇にまつわる場所である。そうなんですよということはお伝えさせていただきますが、今回こんな話ちょっと YouTube で言っちゃっていいのかなっていうようなお話をお伺いしていくんですけど、はい、まずその安江先生は物理学者でありながら、はい、八家神道という、はい、まあ、神道のある、ええ、まあ、そういった潮流を組んでいる方であると、はい、で八家神道って何なのか、うんうん、そしてそもそもなぜこの八家神道を継承することになったのかっていう流れをちょっとお願いします。なるほどね、はいはい、いや八家神道っていうのはね、あの八家と、まあ、名前がついてるように白河家が代々、うん、あの引き継いできた、古い神道で、あの今の神道っていうのは吉田神道って言ってね、あのそこの吉田神社の、ね、ところ、でそれはね、まあこういう表現したら悪いんですけども、一般の人たち向けの神道で、白河神道っていうのはあの天皇家のための神道で、そもそもはね、その白河家の一番最初はね、確かね、火山天皇です。花山とか、はいはい、火山天皇が、功績をこう降りて、一般の人になられる時に名字が、ね、はい、源になって、それから源氏が生まれて、うん、でその源のせいでずっとやってたんですが、そのうち白河という姓に名乗るようになって、うん、ですからもともとはその天皇家の方々がなさってて、うん、で一度あの途絶えたんですけど、はい、あの大化の改新の頃 の、 あの中富の鎌足が再び、はい、それをこう霊感を得て復興して、うん、はい、ですから中興の祖が中富の鎌足。あ、そうですか、はい、でその頃に今もあのほらあの
羽賀光さんのご専門です神道のいろんな祝詞の中に、あの大祓いの祝詞ありますよね、はいはい、その中でも中富の祓い、はいはいはい、あれは中富の鎌足がそのこの八景神道を復興するために、うん、あのいわゆる天皇霊が降りてきて、それを復興できた、つまり再現できた。だから大祓いの祝詞の中でもね、中富の祓いが一番本物なんですね、うんうんうん、だからねその中にねいろんなこと書かれてるんですよ。あの皆さんはねあんまり大祓いの祝詞の本一番長いもの、あの見られたことあるいは聞かれたこと少ないと思うんですが、あの羽賀さんはよくご存知で、中にある表現がね、なんか何これグロテスクな表現でね、はいはいはい、うん、何あの自分の娘をやっちゃったとかね、母親とやっちゃった、なんでこんなのが神道のね祝詞に出るのと、いろんな罪が出てくるんですよね。そう、罪が出る、はい、そうそうそう、その罪とがたたり、確かに結構ねグロテスクですよね。ですよね、はいはい、だから初めてそれ接した方はなんだって驚く、はい、僕もね初めての時に何これって驚いたんですけど、実はねその罪とがたたりの中に人間が本当に犯す罪、そういうものが表現されてるんですが、実はね当時の天皇家に対する外圧というか様々な敵、うん、そういうものを払うためのものだったんですね、はいはい、だから庶民がそういう動きをするというのも天皇家にとっては良くないことだし、中にねいろんなあの神道の学者の方々が、未だに議論している文言もあるんですよね。渡国身っていう表現が大祓いにあるんですよね、はい、うん、これがね何だということをね左脳で延々考えて議論する学者が多いんですけどね、渡国身ってのはね、床ってお布団敷いて、うん、でそこで組む、くんずほぐれつだから、はい、やっぱりそのとんでもないことを書いてあるんだというのが、うん、まあ学者筋の、あの一番有力な説なんですけどね、うん、はい、そんなことでも祝詞にねそこまで書くとは思えないの、うん、そしたらね最近分かったのが、渡国身じゃなくて国身だったんだ。国民ってのは当時朝鮮半島の方からね、あの日本に対して侵略して日本の天皇家にとって変わろうとする勢力があったんです。そうなんです、はいはい、それが国民、はい、だからその国民も払う、うん、中富の鎌足りはそういうこともね、分かっていて、それを大祓いの祝詞の中に入れて、それをご自分並びに天皇が奏上することで日本の天皇家に対するいろんな災難を、うん、あの払っていたと、うん、ですからこの白川神道、八景神道、ね、白川家が代々受け継いできた神道ってのは主に大祓いの祝詞で、まあ、天皇家をお守りすると、うん、そういうものなんだと、うん、いうふうに、まあまあ、の僕も理解してます、うん、でただねそのさまざまなあの神道作法の中に天皇というものをね、天皇をたらしめる秘儀、秘伝 の、うん、あのお作法があるんですね。いや天皇を天皇をたらしめるってどういうことかと、あの一般の方にはね分かりにくいかもしれませんけど、あの天皇陛下っていうのはね、まあ今の時代はなかなかそうはならないんですけどね、ずっと昔から荒人神、つまり神様として生きていただく、なぜそんなことをしなきゃいけないのかっていうと、どなたか別に天皇陛下である必要はないんです。光さんでもいいんですよ、僕でもいいんですよ、うん、ただねお一人そういう人がいて、うん、自分は神なんだと 100% 信じきってる人がいれば、国はねこの地域は安泰なんです、なぜなら 100%
自分は神だと信じきることができると、いろんなことができるんですよ、うん、人間ができないようなことをしてしまえる、まあ、いわゆる超能力的なこと、霊力も高くなる。ですから国が、ね、例えば元寇で元が攻めてくる、そういう時にもね、天皇、荒人神としての天皇陛下がなんとか国を守るためにって言って、その元の船がどんどん押し寄せてきてるところに神風として台風を送り込む、実際できるんですよ、うん、ただ僕らがいくらそれを願ったってそうはならない。でも日頃荒人神として育てられた天皇陛下であればできるんですよ、うん、ですからまあそういう時のために国を守る最後の手段として、お一人あるいはお二人ぐらい 100% 俺は神様だと信じて生きていらっしゃる方を作っとかなきゃいけない、うん、これが天皇というシステムだとの本質だと僕は思ってるんです。スメラミコトってことですよね。そう、でそれを作るための秘伝の、ご神事をずっと継承してきたのが白川家で、はい、その神道を発揮すると、はい、で、明治陛下まではそのご神事、羽振りの神事というんですけども、それを受けていらっしゃるのでいいんですが、白川家の言い伝えに、最後に羽振りの神事をお受けになった陛下が、お隠れになってから120年しか持たない、うん、だからその間に次の陛下あるいはその次の陛下に再びこの羽振りの神事受けていただいて、荒人神になっていただかないと日本は守れないと、そういう言い伝えがあって、はい、実際問題として大正陛下と昭和陛下はお受けになってなかった。で平成の天皇もお受けになられてなかったのでね、本当に明治陛下がお隠れになってからもう120年、もうじきもう120年の期限が切れるよっていう頃に、うん、その八卦神道をずっと京都で引き継いで継承されていた80歳の巫女様が、もうこれは何とかしなきゃいけないと、でも今の世ではそういう単なる神社の巫女様がどう願っても天皇家にとか宮内庁が許すわけもないというので、一体どうしたもんかと、悩んだ末にね、白川家のその言い伝えの中にね、時の世のまあ情勢によって、うん、その時の皇太子殿下に羽振りの神事をお授けできない時には、代わりにとりあえずこの宇宙の真理をとことん追求している人物にそれを授けなさいと。でそれは一体どんな人だろうと、巫女様考えたんだけどお分かりにならない。でその巫女様のところに出入りしてた、他の人たちに相談したら、いやそんなのはネットで検索すれば出てきますよとか言って、ネット検索で宇宙真理研究というキーワードを入れてポンとしたの、ずらずらずらっと出るんだけど、その一番トップになぜか安田国夫ってのが出た、宇宙真理研究、はいはい、それでそれを真に受けてしまって、その方が、わざわざ僕のその当時岡山の女子大で勤務してましたから、女子大に連絡してこられて、どうしても会ってほしいと。でも仕方ないから1時間だけですよと、その後僕会議があるんでって言って、でお目にかかってたら今のような説明を受けて、はあ、で一体僕何すればいいんですかって、とりあえず京都に来て、私どもの神社で
ご神事を受けていただけませんかって、怪しいなと思いながら、でどんな神事なんですかって聞いたら、いや何も考える必要ありませんと、白装束着ていただいて座っていただけばいいんです。白装束、当時白装束でなんかラジオかテレビの電波受けなくなるんだっていう変な宗教団体が、ね、はい、あれかと思って、やばっ、こんなのに関わったらって言って僕断ったんですよ、うん、勘弁してくれ。でもね、1時間経っても研究室から出てってくれない、うん、いや私どもは首を縦に振ってくださるまで出ていきませんという感じで、うん、勘弁してよって、もう仕方ないから次の会議もね、うん、あるし、分かりました1回だけ行きます、うん、1回だけですよって言って4月の頭に行くことにとりあえず決めて、でドタキャンやめ、ドタキャンすりゃいいと思って、で行くことにして、そしたら帰ってくださって、でその数日後に東大の医学部の教授だった矢作直樹から、当時まだ東大の教授です、うん、電話かかってきて、別件でね、でいろいろ話して、最後にね、ああ時にね、俺ね変な宗教に捕まっちゃったみたいで、うん、もうドタキャンして行くつもりないんだけど、何かね八卦神道って言うんだって言ったら、矢作先生がとか言い出して、電話の向こうで、うん、はっ八卦神道ですかと言って、えそれが今え何ちゃんと京都であるんですかって言って、いやあるらしいよ、で俺ね今度4月の何日に捕まっちまって、どうしても一回ご神事受けてくれって行かされるんだけど、まあ俺は行くつもりないんだ、ドタキャンするんだって言ったら、とか言って、もうそれはぜひ行ってくださいっていうの、うん、えなんでって言ったら、彼が説明してくれたの、うん、そのさっき言ったようなこと、その八卦神道っていうのは、その天皇を荒人神とするためのすごい阿夫利の神事っていう秘伝の、ご神事を持ってて、それをぜひ受けてください、うん、でえそれそんなにすごくて本物なのって聞いたら、そうなんですと言ってね、彼が教えてくれた。実は自分も探してたんです、うん、彼一応天皇の主治医団の人だから、やっぱりね膵臓がんの治療の時とかも本当に出血がなかなか止まらないとか、うん、みんな心配してするんです。で一体なぜこんなにお体がね酷使されて、その激務だからね、天皇陛下ってその激務に耐えられないで、もう体を痛めて、その結果膵臓がんとかそういうことで、これは何とかしないといけないと、抜本的にね。でそしたら宮内庁の若い役人の人たちも、いや実は八卦神道の阿夫利の神事っていうのは、その本当は天皇が皇太子殿下の時に受けて天皇陛下になられたら、すごい、霊力を与えて、うん、激務でも大丈夫だし、世のいろんなトラブルを全部抑えてくだされる、そのはずなのに、もうその八卦神道が途絶えてしまって、もう今どこにもないんだと、もうこのままではもうどうしようもないから、せめて文献学的に再構築して、うん、再び八卦神道の阿夫利の神事を陛下に受けていただくようにしようと思って、うん、若い宮内庁の役人たちと矢作先生が研究会を立ち上げて、そぼそと勉強し始めたとこですって電話で言われて、え、そうなん、いや俺どうも そこに連れてかれるみたいなんだけどって言ったら、うん、ぜひ将来のためにもぜひ行ってくださいって分かったけど、俺もしそれ変なラジオの電波のなんたらっていう白装束の変な宗教団体だったらどうするのって言ったら、いやそんなことありません、ちゃんと八卦神道って言ったんでしょって、そうです、じゃあ大丈夫ですから行ってくださいって、まあそれで行ったの、一回だけのつもりで、うん、ところがね、
ってまさにこんなとこですよ。こんなとこでその巫女様って80何歳の おばあちゃんの京言葉で、うん、もうね誠実そのものの すごいおばあちゃんで、うん、もうその京言葉の優しさとその反面のりとのさっきの大原へののりとの体中に響いてくる、うん、もう それをその やられたらもうなんか体が変わったようになるのよ。もうこれすごいなと思って、でいやありがとうございましたってご神事終わってから、いやあの貴重なものを経験させていただきましたって言ったら、あんたはんちょっと話があるんやけどって言われて、はあ何でしょうかって言って、じゃあちょっと他の人いたらあかんからって言って奥に連れてかれて、何でしょうかって言ったら、あのなあんたはんちょっと変わった人やって、うん、あの白川家の先代の巫女からねいろいろ私学んでるんやけど、ちょっとなあんた見てな気になるんやって、来月もう一回来てくれんって言われて、そこまで言われたら気になるでしょ、あ分かりました、で来月行ったの。そしたらとんでもないこと言われたね。あんたはね普通のお人とちゃうと。え、どう違うんですか。いや普通の人はあのご神事受けた時の反応はもう全部私頭に入ってます。でもねこの前あんたはが来てご神事受けてくださった時のあんたはの反応はちょっとわからなかったいや、うん、で家に帰って先代の巫女様から預かった白川家のその資料全部調べて、どこにも出てなかったと。おかしいなと思ったんやけど最後に思い出して、うん、そういや先代の巫女様がめったにこれは起きへんけど、ひょっとしてもし何かわからないことがあったらこっちの資料も紐解いてごらんって言って渡されたものがあって、そっちを紐解いたら出てたと、うん、あんたんはねそっちってのはね魂がの発祥が地球じゃない人は稀にいると。でそういう人が出てきた場合にはあのちょっと反応が違う。でそれめったにないからこれはあんまり見んでもいいって言って横よそにくくられてた。それを紐解いてみたら僕の反応が出てたんだ。そしたらなんと僕の魂が、うん、80何歳の古い神道の巫女様のおばあちゃんが言うのよ、うん、その口からね、あんた藩の魂はアンドロメダ星雲で発生して、うん、銀河系にやった時はシリウスの惑星経由で金星を経て地球に来たんやと。だからああいう反応が出たんやと。そうなんですかと言って、で内心に何言ってんねん俺天文学科出たんやでと、その俺にあんたなんかばあちゃんね品のある上品なばあさんやけど失礼やないかと、何そんなたわごと言う天然というのが内心でも一応はぁってで、シリウスの時はシリウスの宇宙艦隊の司令官でいらっしゃいましたって僕に言うのよ。はぁ何それ、おばあちゃんが SF 映画見てんのかなと思って、さらにそのあなた様が司令官であられた時の副官の一人が矢作直樹で、あの東大の医学部の今をときめくあの矢作直樹先生でございますっていうね。あでもそれでかと、矢作先生と知り合ってから僕の言うこと何でも聞いてくれるんだよ。あっちは東大医学部教授、僕は田舎女子大の教授、
社会的地位は逆転してんのに、僕が言えば何でもしてくれるの彼は。なるほど、昔俺の部下だったからかと納得できた。ほんでちょっと僕信じ始めたところに、そのおばあちゃんが、もう一人の副官は私でございましたっていう。副官って二人いてね、司令官の下に。その一人の魂が今は矢作直樹先生、もう一人がその八卦神道の巫女さん、きえ、うん、そうなんですか、はい。でさらにあなた様が今生日本でこういうふうにご活躍なされてる、その目的はカクカクしかじかでございますって言うのよ、うん、そんなことがわかるんですかって、あなた様のご神事の反応に出てございます。ひえーで、結局ね、それから延々足抜けできなくなって、うん、延々その八卦神道のご神事に参加させていただいているうちに、いつの間にかその先代の巫女様が亡くなられる時に病院に急いで行って、そしたら病院でもう真剣に僕の目見つめて、あんた後のことは頼んだえって僕足抜けしようとその時まで思ってたのよ、うん、物理学者やし、いくら昔の副官の魂や宿してるとはいえ、うん、そしたらもうそんなおばあちゃんがね、もうじき亡くなられるかもしれないっていうような入院した時に、病のとこで見つめられて、あんたはん後のことは頼んだえって言って手握られたら、やっぱ男としては分かりましたって返事するしかないでしょ、うん、で結局それ以来、うん、きちっと延々させていただいてるんです、うんうん。すみません、お伺いしたいんですけど、その天皇への継承ですよね、うん、ちょっとどのようにしてなされた。だからね、それもね本当大変だったんですよ。幸いね、いわゆる天皇家のお血筋の方、今はもう外に出られてる方で、いわゆる黒田さんとか池田敦子さんのように外に出られてる方々の中にも、その問題意識持ってくださってた方があって、そこの当主の方が1年ぐらい通ってきてくださって、努力してくださったんです、うん、ただね、やっぱり宮内庁はそういうのも廃して、うん、らっしゃるので、うん、結局はチャンスがなかったんですね。で、そうこうしてる時にね、不思議な出会いがありました、ね、はい。まあその出会いのおかげで今もこういうところを使えてるんですが、もうかなり高齢の方でいらっしゃいます、男の方で、ただパッと見まだまだ若い、僕より若いぐらいにしか見えない方で、やんごとなき落ち筋の方だと取り巻きの方々からまあ伺ってる、僕もはっきり言いたいんですけどね言うといろんな方々にご迷惑かかるので、まあ最近はね、一条家のお殿様とかね、はい、なんだかそんな表現で言わせていただいてるんですけども、その方にね、たまたま出会いまして、まあ運命ですね。でその方にぜひその八卦神道の巫女様に会っていただいて、その方から、皇太子殿下にぜひご説明して、この母妃の神事を受けていただきたいと、まあそういうふうに私の方から願いをお伝えしたんです。でもね、最初の頃はね、いやそういうの八卦神道やろう、よく来るねん、八卦神道伝承してますので、ぜひこれをね、お伝え願えませんかとか、もう割と来るんやけど、どれも本物なんかいてへんねや。
どうせ今度のその人らも嘘に決まってるし時間の無駄やからって言ってその間に立った人に2年間断り続けられてしまって、うん、俺は大体神事嫌いなんやとかね。でもね結局はね、最後にちょっとあの巫女様があの体が弱くなって病弱になられて入院するかもしれないんでもう先はちょっとねあんまり余裕がないんですって、うん、もう一回伝えてもらったんです。そしたらねもうしゃあないなほんの30分だけやで30分だけおいでって言って、いつだよほらあの渡月橋が水に浸かって、うん、あの嵐山の海がね、はい、あの台風が来たあの日あの日に、京都のあるお寺においでと言われて土砂降りの中苦労して電車も止まり、もう道も封鎖された中を何とか指定された午後3時っていうのに着きましてねで巫女様をご案内して、うん、でそこで、話を30分だけやでと聞いて、うん、でその30分間に巫女様や神官の神主の方々がいろいろその八卦神道の羽振の神人の伝承を私どもがきちっとこうやってやっておりましたとかにもしまして、うん、ただだんだんねその方もおーと言ってだんだん身を乗り出してこられて後で伺ったんですけどね途中でねこれ本物やって分かったんですって、うん、だからこれはちょっと捨ておけないというので30分の予定だったから次のお客さんね面会の人たちが来るわけですよ。でお寺のね小坊主さんがあの面会の次の方がお待ちですって言ってこられたらその方はあもうええよあのもう帰ってもらってちょっとこの話長引くからって言って、うん、次から次にキャンセルして、うん、結局3時間、うん、延々話を聞いてくださってで、まあ、分かったとでもなすぐにっていうわけにいかんまだ完全に信用したわけやないし、うん、ちょっとなあの様子見るからしばらくの間あの連絡員を俺のとこに毎月よこしてくれるっておっしゃって、うんうん、ああ分かりましたってその巫女様も言って、うん、そしたらねそのお方がその人でええからって言って、うん、なぜか僕を指さされて連絡員として連絡員なぜか他の先輩の新刊差し置いてその人でええからはあで結局その日から毎月私がそのお方のところに、うん伺ってあのご機嫌伺いというか、うん、お話伺ってでそれからさらに2年か3年かなである時、もうそろそろ危ないんじゃないかなと入院されてあの巫女様がね、うん、危ないんじゃないかなっていう時にもうこれいかんなそろそろ何とかしてもらわんとと、うん、言うんでちょうどね、大阪の豊中でロシア領事館があって、はい、ロシア領事館の領事さんがロシアに帰るという時にあのその方もそこに呼ばれていくという時にたまにはロシア領事館を見るのもええやろ来るかって言われて、うん、行きますってで僕の秘書の子とあの一緒に行ってで秘書の子にね相談して、うんそろそろね言っとかんと時間がないかもしらんって、うん、秘書の子はね気軽にねあのそろそろパーティー終わるからここで待ってたらその方出てこられますよっていうからそのタイミングで言っていいやろうか今なら大丈夫と違いますかって言ってくれて、うん、あの背中を押してくれてほんじゃって言って待ってたそこにね明らかなロシア軍の兵士で仲守ってる、うんキョトンとして何この不審者はってその前でじーっと待ってそしたらちょうどロシア領事と一緒に出てこられてあのすいませんあのちょっとだけお話って言ったらああええでって言ってロシア領事と別れてでそこの立ち話でいやあの八卦神道の巫女がもうあの
入院していますが、ちょっとそんな長くないようなんですと、なんとかなりませんかって言ったら、急に顔が真剣になって、そんなんか、分かった、うん、って言って、それからね、その病弱で入院してらっしゃる巫女様がもう起き上がれないから、うん、皇太子のと殿下のところに行けないでしょ。でいろいろ考えてくださって、で僕らでもダメですよ、うん、一般人だから。でその方がね、じゃあ俺を病院に連れてけ、巫女様からまず私が学ぼう、うん、で巫女役を学んでくださって、病室で、うん、を人払いして、でそれを全部覚えてくださって、うん、で陛下になられる前に皇太子に俺が責任を持って伝えると、うん、ありがとうございました。 で、うん、でそれからさ1ヶ月ぐらいでお亡くなりになって、巫女さん、だからギリギリ間に合ったんだ。で本当にね、良かったんです、うん、でそれで無事ね、皇太子殿下が皇位継承なさって来られたでしょ、関西に、はい、先代のね、いろんな陛下に上位されるタイミングですよね。でその時に皇太子さんはこちらに来られてますね、そうそう、京都の方に、はい、そうでないとね、皇居では無理なんですよ、うん、ではもう来ないと、ね、まあ、その辺はあんまりはっきり言えない。だからこっちに来られた時にちょうどそういうタイミングがあって、うん、で無事にお伝えしていただいた。だからそれ以来、つまり、皇太子殿下が今の陛下になられて、うん、世の中がね良くなったと思いません？うん、まあ、令和の時代、ね、令和になってから、これはねそのおかげなんです、うん、まあ、コロナですけれども、まあ、こういった中で外国に比べたら全然違うでしょ、はいはい、確かに死亡者の数、はいはい、感染者の数、うん、ね、で外国の方がもっとロックダウンしたりなんなりいろいろ手を尽くしてんですよ、うん、日本はほとんど何もしてない、スウェーデンと同じでしょ、うん、ああ、そうですね、にもかかわらず、だから山中先生、東大の山中先生がファクター X っていうのがあるんだと、日本にはね、それが何かっていうのは、まあ、まだはっきりは分かりませんけど、僕はねおそらく、陛下が、かしごどころで毎晩祝詞を掃除をして皆さんの安寧を、国家安泰、そんなもんじゃないんですよ、皆さん我々の安寧な、生活を祈ってくださって、それのおかげで本当に令和の世になってから、この降って湧いたような新型コロナウイルスのパンデミックにおいてすら我々は守られて、うん、本当にねそれで安心して皆さんもね、そう思ってくだされば、うん、もっと陛下のお祈りを頂戴できて、うん、もっといい世の中になると思うんです、はい、令和の時代は必ず良くなるということですね、はいはい、私もその占いの観点から、うん、やっぱり天皇陛下の運気っていうのはすごいものがあるということは、あ、はい、まあ、見て取ってましたけども、はいはい、霊力が根本にあると、はい、そうなんですよ、わかりました。あまりに結構壮大な話で、こんなこと YouTube で言っていいのかというレベルの話だったとは思うんですけれども、まあ、僕、はい、本人も書いたこともありますし、はいはい、まあ、そういった安江先生のぶっ飛んだ情報ですよね、はい、ちょっと表に言えないような情報っていうのは、はい、月刊安江国夫の方で、あ、多分そうですね、はい、月刊安江国夫でもっと詳しく出てますので、はい、ぜひそちらも見てください、はい、ありがとうございます。ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。